どうも影山です。今日はですね「継続は力なり」ということについて、えー、僕が思うことをねお話しさせていただきたいと思います。 継続すると力がつくつまり実力がつくという言葉やと思うんですけどもやっぱりそのなんていうんですか一回やっただけでね何かがこう習得できたりとか結果が出せるっていうのは一部の天才だけやと思うんですね。僕のようにただの凡人はですねやっぱ継続をしないとねなかなか実力はつかないと結果は出せないというふうに考えます。 あのやっぱりそのやってることをね改善したいと思うんですねもうちょっと良くしたいとかそういう気持ちになるんですよね、えー、そのより良くしたい欲みたいなも,なもんが出てくるんですね僕の場合は特にそれは出てきますねそれは継続することによって出てくるんですねちょっとやっただけでもっと良くしようもっと良くしようっていうんじゃなくて続けることによってその。 良くしたいっていう風に自然となってくるということなんですね。で、その継続してその良くしようっていう風うに意識がいくとですね、そのことのね、恵ともらえることがあるんですね。そういうことに遭遇することがあると、その 続けることによってそういう意識をすることによってですね、えー、日常の中にねそのことのヒントが出てきたりとかですね頭の中にポーンと急にその何かひらめきが出てきたりとかねそういうことがあるんですねでそれはやっぱり続けないとね、えー、結構続けないと出てこないかなというふうに僕は感じておりますだからこそね、えー「継続は力なり」なりという言葉があるんやと思うんですねだから その継続しましょうとまずは、えー、やることなんですけどやったらやっぱそれを継続するとで継続することによって改善する、えー、改善することによって結果が出てくるということになると思いますんで是非、えー、継続して えー、より良い人生にしていきましょう。ということにで、えー、今日は継続は力な,力なりについて、えー、僕の考えを考えというかね思ったことをお話しさせていただきました。ということで以上となります。ありがとうございます。